何か入ってる？入ってるみたい。すごい。皆様こんにちは、タティアナでございます。今日はお隣こちら、あ、どうも、ブリアナギガンテと申します。ブリアナちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。タティアナさんが来てるんじゃなくて、あ、ドミノさんもいらっしゃいます。今日は、ブリアナさんのお宅にちょっとお邪魔させていただいておりまして、なぜかというとちょっとね、甘いもの食べたいな、最近ちょっと外れぞたまったろうなっていうことで、甘いものを持ち寄ってお茶しようぜっていうコーナーです。そうね、うん、あの私たちね、とても甘いものが大好きなもので、うん、ね、普通にお食事抜いて甘いもの食べちゃったりするもので、そうよね、そうだもんで、本日はあのお互いね、甘いものを持ち込んでティーしばこうぜってそういう話、お呼ばれしちゃいました。読んだ、うん、まあ、そうね、そうね、勝手に来たみたい。ありがとうございます。前失礼いたします。私は今日はこちらですね、ホテルニューオータニさんのパティスリーサーツキ。サーツキ、サーツキ、私が一番最初にパワーダンス習った先生の名前と一緒だ。あら、サツキちゃん、サツキ先生、うん、目はどこだってね、トトロじゃないぞって。ちょっと出していきたいと思います。ちょっと出しにくい、すんごい腕、結構ね、買ってきちゃった。私もね、うん、どこの何かをちょっとご説明いただいた方が。すごい、やった、ありがとうございます。私はちょっとね、見えづらいと思うんですけど、エイメン東京、うん、あそこのさ、何だったかな、地下にあるケーキ屋さんでね、ちょっと欲張って、あのすごい5箱もあるわ。あのこれはね、確かね、1箱にね2つくらいしかね、うん、入れられない。あ、そう、うんうん、なので、あの10個くらいあるってこと、うん、3種類を3つ、うん、あ、ん、あ、あの1人1個ずつ、うんうんうん、同じものを食べれるように3種類買ってきたの。ありがとうございます。そう、タティアナさんお腹空いてるかなと思って、私お腹空いてる、ちょっと多めに買ってきたら、あのタティアナさんも結構がっつり買ってきて、私も結構あの3人で2つずつだけど、全部種類をちょっと変えてシェアしたらいいかなって思っちゃう、うんうんうん、なるほどね。ホテル対決ね、本当だ、うん、ニューオータニと、あ、何これ戦いなの、戦かい、負けないよ。あ、お皿に出そうかな、ね、ありがとうございます。私ね、うん、もうね、この時間が楽しみすぎて、うん、先ほどね、私の方のYouTube チャンネルの撮影でね、そうね、そう、あのタティアナ先生にこう、まあ、美容関係のねお話とかしていただいてたんですけれども、うん、もうね、頭の中結構このことでいっぱいで、私も今日もケーキしか楽しみがなかった。あの美容成分の説明とかしていただいてる間、うんうん、ありがとうございます。それことを言い出す、あ、そうだね、
どうしよう、どうしよう。開けちゃう？私まだ中見てないのよ、だからさ。あ、なるほど。崩れてたらどうしようって。そう、やだ、えぐい。えぐいでしょ？これすっごく美味しいらしい。私まだ食べたことなくて、食べたすぎたんだけど、なんかちょっとやらしい話なんだけどさ、あるものは1個4000円するの。え？ワンカットで。でもこういう機会じゃないと食べないじゃない。そうね。えぐ。ちょっと金に物言わしちゃう。あ、さすがだ。もうね、エルメス大好きですものね。ありがとうございます。私はでもブリちゃんも大好きですよ。ほら見て、今日。本当だ。あ、本当だ。ブリちゃんの。私の YouTube の撮影や撮影してる間一切気づいてなかった。あら、本当？本当だ。そうなの、作っちゃった。いいね。うん。いいね。そういう商売始め。お願いいたします。ありがとうございます。シュキピさんがお手伝いしてくださってます。あの、こうやってね、いつも私のことサポートしてくださるの。うん。見てるから知ってる。どれが4000なんだろうね。4000円もする、うん、ケーキだと見た目もエグいのかしら。なんかね、パティスリーさつきさんのなんて本腰入れてる商品がスーパーショートケーキっていうらしくて。スーパーショートケーキ、うん、なんかショートケーキシリーズが有名なんだって、ね、いろんな季節のフルーツのショートケーキを作ってらっしゃるんだけど、うんうん、普通のもあるしスーパーもあるの、うんうん、お値段も変わってくる。そう、普通のはね、だいたいワンカットで、まあ、800円とか高くても1,200〜1,300円ぐらいの普通のやつなんだけども、うんうん、でもスーパーになるとワンカット、ワンカット、ワンカット。恐ろしい。私そんなケーキ見たことすらない。動画で見たんだけどさ、うん、フルーツサンド食べてらっしゃったじゃない、うんうんうん、あれもさ、なんかの太陽の卵とかさ。そうね、うん、あ、お電話が来ていらっしゃる。これはいやらしい電話か。無視でいいか。あ、そうね、うん、すいません。わーわーわー、私のからね。これはね、すごい、ね、こうやってやったら落ちちゃうやつだよね。無理だわ。あ、怖い。皆様にお見せするのすごい難しいんだけど、うん、ちょっと想像して。ありがとうございます。それを挟み込んでいきます。お手数をおかけします。すごくない？なんか種類は、うんうん、いちご、メロン、抹茶、うんうん、でショコラかなチョコレット、うんうん、ショコラ、レモンパイ、タルト、うん、でこれがね、何だったか、ね、名前が全然思い出せないの。あ、このバラのやつ怖い。これかしら。これ、それと、これ、このこの赤いやつ。No。No？ これ緑色のやつかな。No。あ、え？これ？そう。これが一番高い。これシャインマスカット、もしかしてメロンよ。あ、メロン、ごめんなさいさっき説明してくださってた、もしかして。うん、一通り言ったかもしれない。ごめんなさい、ちょっと私も食べることを頭が支配されちゃって、ね、ごめんなさい。早く食べた。続いてブリアナさんのケーキでございます。ちょっとごめんなさい、急に地味そんなことないわ、だってアマンの絵面が急な、急に地味なんだか。でもワントーンコーデじゃん。
まあ、ちょっとこう色合い的にはちょっとカーダシアン系というか、うんうん、おしゃれ、うん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 、そう、うん、ね、これね、なんかのシュークリームと、うん、それが何か、なんかのクリームのなんかと、うん、なんかのタルト、詳しく覚えてないんだけど、私この色大好き。エルメスでもエトゥープっていうカラーがあるんだけど大好き。出ました、エルメス、エルメス、恐ろしい、えぐいえぐい、あ、びっくりした、出会い系アプリかと思っちゃった、ごめんなさい、失礼いたしました。おいしそう、本当にいい香りだ。何のケーキだったかな、これ本当に思い出せない。全部おいしそう、うん、私それじゃない、どうぞ、お似合いになるんじゃない、お似合いだわ。私ゴリラいただきました。私はこちらで失礼いたします。いただきます。おいしい。このお紅茶おいしいな、うん、どちらのお紅茶、あ、ニューヨークブレックファースト、あ、私毎日飲んでるやつだった。私ケーキこんなわしづかみしたことないんだけど、あ、怖い、上手、うん、あ、入ってるケーキがあのフルーツがすごいね、なんか、うん、なんかわかんないのがいっぱい入ってる、見える、見えてる、うん、あ、見えてるね、名前忘れちゃったけど、えぐいやつ、えぐいやつです、頂戴いたします。メロン、あ、じゃあ私がいただきます、お願いします。すいません、メロンは苦手ということで、一番えぐいの私がいただいていいの、いや、もちろんでございます。私2番目にえぐいやつ、そうよ、あ、マジョリカ、マジョリカ、ありがとうございます。サムネもいただきました。じゃあ僕はタルト、どうぞ、レモンでございます。私の色味はね、なんかね、タルト好きなの、ね、私も美味しいですよね、タルトが好きというか、タルトの下の生地が好きなのよ。あ、そうね、そこだけ欲しいわ。私もあの下が好きね、うん、頂戴いたします。いただきます。この何、この上のビラビラは食べれると思う、食用じゃない、うん、食す姿が似合うね。私いける。あ、いける？うん、美味しい。どうぞ。頂戴いたします。頂戴いたします。いただきます。うわ、すごい、もう一気に全部潰れる。うん。ケーキなんだ。バラの風味がする。どうぞ。うん。バラだ。気になる。ちょっといいですか。うん。うん。面白い。美味しい。バラがね、お口の中に広がり、沈着したのかな。これもバラの味がした。先にこっち食べるべきだったね。面白いね、うん、それ何、うん、マカロニ、あ、違う、ね、マカロニ、なんか幼虫みたいなの入ってる、
だった？ライチだ。あ、ライチ。うん、エシュキピさんは何が好きなの？タルトの中でも。なんだろう、タルトに種類ってあるんですか？私はレモンとかライムとかのタルトが好き。なんでもいいな。このメロン、すごいメロンね。うん、まあそりゃメロンですからね。レモンタルトです。ただひたすら食べるっていいね。もうね、特別な日。うん、失礼いたします。よし、進むね。モンブランかな、それ。これはね、確かにキャラメルシュークリームみたいな感じだったと思う。うん、私こちら行かせていただきます。いいですか？どうぞ。私じゃあこれにしよう。このいけてるかしら。あ、いけたんじゃない？なんかこれさ、枝豆さんのあれに似てない？何？頭。枝豆さん、こんななんかウィッグ被ってらっしゃったわよね。ほら、あの、あまり変わらないと思うんだけどね。ありがとうございます。頂戴いたします。えぐい。うん、美味しそう。いただきます。メレンゲみたいなのが入ってました。うん、うん、キャラメルのやつめっちゃキャラメルだね。しっかり香ばしい。ちょっと苦味があって、嬉しいです。これもでもキャラメル味じゃない？あ、そうなの？うん、ちょっとね、覚えてない。あ、ほんとに、うん、なんかキャラメルのメレンゲみたいなのが入ってる。メレンゲ、これメレンゲで合ってるっけ？サクサクしたやつって。おそらく。あ、ほんとだ。すごい、えぐい。諦めるの？塗りたくるのね。素晴らしい。うん、うん、完食しました。ものごついキャラメルか。リップが落ちてないかすごい気になるんだけど。わかる。大丈夫そう？大丈夫。大丈夫よ。マックさんを信じよう。うん、ありがとうございます。
なんか前々から思ってたけどさ、うんうん、一口すごい大きいよね。めちゃくちゃな。うん。そう？あ、でもね、コメントとかでね、ちょっと心配されちゃうことはあるんですけれども、顎外れないか心配って。たまに外れそうになる、ね、自炊なさるんですか？たまに。結構ね、イメージないかもしれない。あ、本当に？タティアナさん、そうね、なんかこう、うん、グッチのレストランとかにいるのは想像つくんですけれども。見たことない。意外と庶民派よ。あ、本当に？うん、あの松屋すき家も行きますよ。本当に、うん、それをなんかこうエルメスの丼に移し替えたとかじゃなくてそういうのではない。私あの、そうね、タティアナさんケールの王様食べてるイメージばっかりかもしれない。 あれはもう週2で食べてます。あ、私たちもね、ケールの王様結構好き。好きで。何を頼むの？私はね、あの何、ブルーチーズとか入ってるやつ、王道のやつだ。あ、そうそう、うん、王道のやつ。私はそれにいつも好きかな。アボカドとあの雑穀米みたいな、ジャスミンライスみたいなやつをトッピングしてる、うんうんうん、なるほどね。ジャスミンライスのようなトッピングがあるの？うん、あるよ。知らなかった。ちょっと噛んでやってみます、うん、私パスタ好きなんだけど、あの茹でるの待つのが嫌いなのよね。お湯沸かすのがだるいじゃない？そうね。私はあのパスタは効率よくお食事作れるタイプじゃないから、うん、結構苦手かな。パスタ茹で上がるのを見て待って、パスタが茹で上がったらソース作って。伸びちゃうタイプだ。そうね、私があのパスタ茹でてる時に彼は何してんのってそれはいろんな意味ででしょ。ソース作りなよって意味じゃない？鍋の前でじっとしてるのはなぜなんだろうって思ってるのね。そう、私も多分あのシュキッピさんと一緒だと思う。本当ね、うん、同時にできちゃう。さすがだ。私はちょっと同時進行っていうのはちょっとシングルコアなもので見えるかしら。すごい白玉が。あら、本当だ、お餅が入ってるじゃん。入ってらっしゃる。そしてこれにもイチジクじゃなくてなんだこれライティー、ライチが。その上の葉っぱみたいなやつ、これ笹の葉。あら、クマザサじゃない？え、チョコレートじゃない？さすがに。はい、そうですかね。シキピさんはじゃあチョコとショートケーキどっちがいいですか？ショートケーキもらいます。はい、頂戴いたします。クラシックなケーキが好き。そうそう、わお。お色味たっぷりのマカロン頂戴いたします。鮮やか。でももしかしたら抹茶だけかもよ。え、抹茶でこのお色味。どう？チョコレートが落ちた。ん？ん？抹茶ではない。何味か分かんない。嘘。美味しいけどちょっと何味か分かんなかった。じゃあ抹茶じゃないね。ピスタチオとかじゃない？緑ってことは。ベンゴ。ピスタチオだ。すごい。さすがだ。私のは赤です。
チョコ。チョコ、うん、私のもチョコだったのかしら。すごい目で見てらっしゃる。恨めしいのね、うん、きっと。ごめんなさいね。きっとここは抹茶よ、うん、色が抹茶だわ。うん、ブリアナさん、すごいケーキをさ、このカットのこっちじゃなくこの壁から食べるのね。そうなの。これはなんかあの味がこの方がいいよとかあるの？美味しい方から食べたい。中身がいっぱいあるからこっちの方が好き。こっち側？うん、だ中身こう詰まっていくじゃない、うんうん、だから中身が多い方。あ、なるほど、ね、から食べた。私はね、生クリームたっぷりの部分が一番好きなので、うん、こっち側、背中側からしばき倒すことが多い、うん、勉強になります。ほら、こっちの方が全部取れるじゃない、うん、うん、すごい抹茶。チョコ、あ、チョコ。あんこも入ってるってこと？あんこ出てきちゃった。うん、チョコ抹茶だった。すごい抹茶。ほんとだ、あんこだ。うん、宇治抹茶金時みたいな感じじゃない？うんうんうん。抹茶とライチって合うのかな？まあそうね、あの気にならない。うん、美味しい。あのそうね、あのケミストリーを起こしてるかどうかちょっとわかんないけど、とっても美味しい。随分なついてらっしゃる。 おっぱいを舐めるのはやめなさい。美味しかったね。非常に、うん、全部平らげた。全部平らげたは嘘だと思う。でも私まだね、食べれてないものが2つほどあるので、ちょっと 夜ご飯に持って帰っていい？あ、もちろんでございます。うん、ありがとう。持って帰って、あのシュキピに餌付けするもよし。本日はブリアナギガンテさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ブリアナさんのね、チャンネルの方では私の本業の美容皮膚科の知識を、普段のスキンケアと一緒にお話しさせていただいているので、そちらは概要欄に載せております。よろしかったら皆様チェックお願いいたします。そう、またタチアナの動画もアップしてまいりますので、よかったなと思う方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では皆様、また次回の動画でお会いいたしましょう。スパシーバー。ロシア語です。タチアナロシアなので、あ、よろしく。